てかそのさ、なんだっけ、そのま、漫画の規制のやつあんじゃん。漫画の規制の、さっきのやつ。漫画の規制の話あったじゃん。あれ、あれ何のためなの？あれ。あれ何のためなの？じゃ、ま、じゃ、なんか、意図がわかんないよね。わかっちゃわかんない。俺もよしあしはわかんないよ。じゃあ、だよしあしを決めるのはやめようぜ、ここで。何のためなの？目的教えてほしい、俺に。モンペの影響、へぇすごいよね、あれね。俺さ、石原都知事ってさ、すごい右寄りでさ、前結構好きだったんだよ。あの、独裁右寄り慢性政治、俺結構好きだったんだよ。銀と金のカムイケみたいな感じだからさ、強いじゃん、ああいう人は。今日仕事だった3時まで。カムイケっぽくない？どうなんだろうね。でも意味がわかんないな。瞑想してるよな。まあでも直結はしないんじゃない？そんな規制始めた瞬間に性犯罪は増えないだろう。まあ新たな犯罪は新しい、なんかでも道が開かれんじゃね。でも面白くねえな。だってドラゴンボール見れねえとかすげえよな。だってドラゴンボールもだって一応入るでしょ、その規制に。18歳未満の子供がカメハメハ撃って、ね、月とか壊したらさ、規制入るよな。結構きつくねえか。俺自分の子供にドラ、バキが一番アウトだよ、確かに。ちょっと信じられん。俺バキなくなったらもう漫画とか一生見ねえぞ、俺絶対。一生漫画に交わることがない生活だぞ。二人エッチとか論外じゃねえのか、多分。あ、でもあれか。別に18歳、主人公が主人公だって。18歳、じゃなきゃいいんでしょ。なんか大人の漫画が増えるのか。バキしか見てねえなぁと。二人エッチはせる。わけわかんねえよな。まあ、ポケモンとワンピースはさ、あんまり見てねえからさ、あんまり見てねえか全然見てねえからさ、感情移入できねえんだけどさ、バッキーがさ、NG になったらちょっとさすがに立ち上がらざるを得ねえよな。ちょっと待てよっつって。ドッポちゃん泣くでって言うしかないよな。都知事に電話して。しんちゃんつって。ドッポちゃん泣いてるでっつって言うしかないよな。コナンなんでダメなの？ワンピース規制したらマジやばい。何がやばいの？いや、なんか暴力的な描写もダメって言ってたから、もうバキとかも、てかむしろバキのこと言ってんだろ、あれ。バキなくそうとしてんだろ、むしろ。バキだけ。この世から。そのうちバキ、やっぱバキなくしますってなるぞ、多分。もう性描写は分かった、セーフです。暴力、100歩譲ってセーフです。バキダメですなる。人間が水の上走っちゃいけませんって、なんだろそのうち。畜生。悔しい。ドラえもんもダメなんじゃないか、空気砲撃ってから。ねえ、ドラえもんだってダメだよね。空気砲撃ったりしてるからダメだよな。静香ちゃんのお風呂とかあっからさ。ドラえもんも一番最初に消されるよな、むしろ。でもそんなのさ、別にさ、あれだよな。タバコとかさ、エロ本みてえなもんだろ、絶対。見んだろ、どう考えても。どう考えても見るよな。だからもう、根元からなくそうみたいな感じだよね、多分ね。サザエさんもダメだろ。サザエさんが一番 NG だってあれだもん。なんだっけ。
波平がよくカツオちゃんぶってんじゃないか。ああ、ワカメのパンツもダメだね。まあでも昔はさ、トゥナイト2とかさ、あってさ、別にそれでも性犯罪は、そこで増えたわけじゃねえと思うんだけどな。まあアンパンマンもガチでダメだろうね、ほんとに。まあアンパンマン人間じゃねえぞ、でも。これからそういう系になっていくのかね。今のアニメ漫画ってエロ主体。エロ主体なの。まあ、バキで言う小杖枠みたいなのがあるんだ、やっぱり。小杖枠か。まあ、別に、動向を見守るわ。またそしたら新たな漫画を見つける。戦隊ものもダメだよ。てかもう何もダメだよね。やっぱりちょっとは入ってくるからね。どの漫画でも抜けるよ。それおめえだけだろ、どう考えて。おめえと布団ぐらいだろ、そんなの。なんなんだろうね。なんか難しいよな、絶対。その辺は。神のみぞ知る的な感じが。タフってのがバキに少し似てる。まあそうだね。テイストは一緒だね。仮面ライダーもダメじゃね？絶対。仮面ライダーもダメじゃね？絶対。ああ、まあそう、さあそうそう。そういうのがめんどくせえじゃん。なんでこれが良くてこれはダメなんだよっていうさ。っていうさ、めんどくせえさ、あれになるだろ絶対。もうなんでそのめんどくせえことしなきゃいいのにね。もうなんでもう消費者を守ろうっていうさ、なんかそういうなんかくだら、そんなの別に選べばいいじゃん、こっちが。他人とか関係なくねえか。むしろ。そんなアニメごときでさ、犯罪するようなやつなんかしょうがなくねえか、もう。そんなの、どっかしらでまた、どっかしらで犯罪起こすだろ、絶対。アニメに影響されましたなんてやつさ、無理だよな、絶対。規制したところでなんか絶対、なんかしら、ドラマに影響されて、あれしましたってなるよな、絶対。そんな、守る必要がねえんだよ。しょうがねえだろ、そんなやついっぺんいんだからさ。ねえ、ドラゴンボールがさ、まあ、ドラゴンボールがテレビから消えるっつうのはあれだぞ。食卓から卵焼きが消えるみたいなもんだぞ。それはちょっと悲しい。だってさ、もうさ、だってドラゴンボール見れねえとかさ、ありえねえだろ、どう考えても。だってありえねえよ、普通に考えて。半分、俺の半分ドラゴンボールを教科書に生きてきたのにさ。ねえ。バッシングされて終わるよな、絶対ね。そんなにさ、俺アニメとかそんなに興味ねえから、あれだけどさ、それでもちょっと嫌だよ。なんかさ、別にいいじゃんってなるよね。そんなお前、だからお前らすぐ3月になって工事始めんだよ、みたいなさ。だってあれだぜ、そんなこと言ってる人のさ、親戚がさ、海パンデカの上司だぜ。ねえ、海パンデカの上司の親戚にさ、そんな、ねえ、言われたくねえよな。海パンデカで、ジーパンデカか。多分秘訣？俺、でも、石原慎太郎のあの右寄りな政治は結構嫌いじゃないんだけどな。こっち亀だね。ごめん、間違えちって。脳みそが回ってねえんだよ。こっち亀とかはあ、こっち亀はいいんじゃね別に。あ、でもダメか。レイコがいるもんな。なんか違えんだよ。なんかさ、そういうのを気にして漫画家がさ、面白いの描けなくなるんだろ、絶対。だってバキとか路線変更するしかねえだろ。ラブコメとかになったらどうすんだよ、バキが。ね、石原ってそういうのにさ、結構寛大な人間だと思ったけど、やっぱり違うんだね。ね。まあ、あの、ベタベタなね、ベタベタなさ、なんつーの？お色気とかも、まあ、ちょっとはさ、必要だよね、絶対ね。ベターなさ、あれでなんかだってさ、
ワンピースとかどうなんだろうね。だって、でどうやらね、今見てたら、見てたらね、なんだっけ、18歳以下、だから設定が18歳以下でもダメなんだって。もう18歳以下に見える人の、じゃ18歳以下に見えるキャラクターだったらダメだって。でさ、そのさ、定義はどうやって決めるんだよって話にならない？ 18 歳以下に見えるか見えないかっていうさ、誰が決めるんだろうね、それを。しんちゃんが決めるのかな。また無駄な税金使うはめなんじゃねえかよ。18歳以下に見えるか見えないか決める人を雇わなきゃいけないんじゃねえかよ。お国の役人で。くだらねえ。俺がなるわ。年収2000万でやります。しんちゃん。よろしく。天下りよろしく。